こんにちは、ドクターネックスです。本日はオリジナル形態の平子真嗣。いくで。まずは強化から。違った。ささっと。はい、それじゃあレベル上げ。レベルアップ。覚醒。一括選択。強化。こんなメンバー。さあ、そしたら一気にレベルマン。これもさ、もう能力解放とかもういいよね。いるかな、演出がね。わざわざ1個戻んなきゃいけないっていう。レベル200。このキャラは霊圧特化のキャラクターなんで、レベル1であれば霊圧、2番目で会心、3番目で攻撃、それが攻撃力を上げる順番ですね。防御体力を好きにしてもらって、特別抽選は霊圧会心がおすすめですというところですね。それでは1回挟みましょう。こちらがレベル200まで強化した平子真嗣。所属は隊長フォロー、キラーはアランカルキラー、必殺技、栄え惑わし先行法。オーラをまとわせた霊光を放ち、当たった敵に絶大ダメージを与え弱体にする。強攻撃、ソウル特性は強攻撃クリダム 12% 短縮。パシブスキルで火傷と氷結無効。アビリティで通常強攻撃必殺技 20%、40%、40% アップ。最近の普段のキャラよりも強攻撃が 20% 高いですね。強攻撃クリタイム短縮 12%、 体力最大 20% アップ。さらにチームパーティー強化で、地属性体調の強攻撃ダメージ 20% アップということで、強攻撃がさらに強くなっていると。強攻撃範囲アップ 20%、 強攻撃ヒットスタップ+1、 状態上+5秒、状態上反射回復。状態上反射回復はウリュウに続いて2キャラ目かね。セネケ戦のウリュウが、初で2体目なんじゃないかなと思います。全攻撃で弱体持ちですね。難儀なこっちゃで、いろんなもん背負わなあかんのやからな。平子真嗣、小説コラボを記念して作られたオリジナル形態。パイン界とは異なる力をまとい、己の中にある全ての力を振るって事態の打破に尽力する。まがまがしい感じをね、半分おかっぱ半分挑発ってね、いろんな層にヒットする気もする。どっちつかずだってダメっていう人もいいのかな。まあ、平子好きにはたまらないのじゃないかなとは思うんですけどね。はい。すげえ強い。アクセサリー。基本装備ですね。転身体、競争剤、持ってれば、茶道具。僕は持ってないんで、例えば副干渉とかですね。で、まあ、道中楽園、これが、非ガチャ限アクセで、ガチャ限定アクセサリーを使っていいんだったらば、楽なのはゼタボルタン。これで潜伏無効になりますね。このキャラは絶対に継承した方がいいっす。レベル1でも、尊女そこらの連中より強いと思います。
ストしちゃおうかな。平子自身に体力最大 20% アップがあるんで、この宇野花さんは結構いいんじゃないかな。で、状態異常反射回復があるから、まあ、何かの時にうまいことすれば体力最大時を維持できるというところですね。継承するか。これはね、ぜひフル継承させてあげたいキャラ。まあ、僕は今とりあえず10、10、10まで上げますが、絶対強い。はい、とりあえずこのとこですね。さあ使ってみましょう。やべ、俺がサボってんのバレる今週全然やってないのがバレる。あ、そうか、試練行っちゃおうか。オランカルキラーだし。いいんじゃないの？行くで。状態異常反射回復の、おさらいをするとですね、こういう地面の、火傷とかは食らっちゃいます。相手の攻撃ですね。相手の状態異常の攻撃をしてくるキャラが分かってれば、そいつの攻撃をあえて食らうことによって回復することが可能。今のやつですね、ちょっと氷食らってみようか。相手丸いやつ、あー倒しちゃった。あ、まだ大丈夫か。あ、ダメだ。一体だけ残すの難しいな。一匹来い、一匹だけ来い。これであえて食らいます。で、こいつの攻撃は回復。まあ、ソロだったら時間かけてプレイできるから、今みたいに調節することは可能ですね。この厄介なこの敵は状態異常も何もないから回復もできなくてめんどくさいですね。冷圧もやっぱ上げときゃよかったな。今1ですけどね、状態は。さあ攻撃紹介していきましょう。通常まあ振りは普通ですね。375、これも攻撃範囲も普通です。強一、突進技ですね。2マスちょいか。範囲は570と普通の突進よりもちょっと広いかな。強2、750、集めてドン。強3、画面全体ですね。まあ、オーソドックスな強攻撃、赤攻撃キャラじゃないかなと思います。やっぱちょっと継承してても、やっぱ冷圧も上げないとソロ若干きついですね。あ、そうか、やけど向こうか今食らわなかったなと思ったら、やけど向こうでした、この人。これは楽だな、この継承の試練。じゃ必殺技いきましょうか。おもろやろ。何がほんまかわからん感覚っちゅうのは、しまいにしようや。
冷圧もやっぱ上げるべきですね。このキャラは絶対強いから。やべやべやべ、おもろいやろ。何がほんまかわからん感覚っちゅうのはしまいにしようや。手応えあらへんわ。はい、もうドンピシャですごい楽ですね。で、地属性のアランカルキラーって層が薄いんですよ。特に赤攻撃ってなると状態異常持ち、特に、弱体持ちっていうのがいないんですね。室外屋のゾンビ室外屋の強人に弱体があるっていうぐらいで他何にもないんですよね。で、千年決戦編のキャンディスが今まで一番いいかなっていうところなんですけど、まあ今必殺技レベル上げられないしね。使い勝手はこいつ未だにピカイチです。麻痺がいいか弱体がいいかっていうレベルの差で、こちらは緊急回避プラス2回なんで3連ソニードが使え、3連、非連脚が使えますんで、非常に機動力があってそして使いやすいです。で、まあ、出てから時間が経ってるんで冷圧798、今回の平子くんが139と、やっぱそこら辺は最新キャラですね。で、そうか、状態異常が耐性がないかな、キャンディスは。うん、そうね。まあ、十二分に強いんですけどね。弱体の方が火力が出るんで、火力で言ったらやはりこの平子くんの方が、そして体力最大時 20% アップも含めて、やはり強いですね。圧倒的に強い。なので、しっかりと、継承とかしてあげるといいんじゃないかなと思います。対抗として、最近のキャラとしては、状態異常なくて40、40、60のチャド、これが敵ガード無効の潜伏無効なんで、こいつもかなりいいですけどね。まあ、弱体持ちやっぱでかいですね。特に今回の継承の試練ではその火傷無効が生きてきますんで、ダントツピカイチに強いです。おすすめです。ぜひ今、ピックアップ中なんで持ってない方は狙ってみるといいんじゃないかなと思います。ここら辺はまあ欲しいものがいればってとこですけどね。まあ室ヶ谷が戦機のボナキャラだったり、ヨルシさんがグルバトとかに使えるかなっていうところですけれども、まあ何にせよこの平子新人めっちゃ強いです。とてもおすすめなキャラです。最後にイラストが公式の方で載っけてたんでこちらの確認です。今まではなんかいろいろ説明書きがあったけど、ちょっとこれには説明書きがないんでね、イラストだけになりますが、うん、ここら辺は、まあ、アートワークスを変えというところでしょうかね。はい、予約はしております。さあ、こんなとこでしょうか。行くで。難儀なこっちゃで、いろんなもん背負わなあかんのやからな。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。